ットのライトをつけろ。このショッピングセンターの中に指定…進化する。そうなる前に撃滅しなければならない。総員、作戦を開始せよ。捕捉されて、出て。イエスだ。DD やめた。シール片付けるまで油断するな。俺に任せろ。多すぎだぜ。仕留めます。俺の仕事が終わるんだね。敵1を撃破しました。弾が強い。この状態で頼む。全弾撃ち捨て。この先に地底への入り口があるはずだ。行くぞ。イエスだ。はい、戦闘準備。敵の部屋があります。駅を抜けたところに地底への入り口がある。ついてきてくれ。デプスクローラーには大型のライトがある。エアレーダーはデプスクローラーで突入部隊を支援しろ。多く倒した方が飯をおごる。いいな。残念。信じられん。これほどの数の巨大生物が生存しているとは。巨大生物は減るどころか増えたってことかよ。地球は汚染されちまってる。巨大生物ってのはたちの悪いウイルスみたいなもんだ。こんなに広い巣を作ってやがるとはな。全滅させるのは無理だ。今やらないといずれ人類が全滅するぞ。イエスだ。フォーリナーを追い出してもこれじゃ勝ったとは言えねえな。こっちだ。来てくれ。まだこんなに生き残っていやがったのかよ。全滅させるしかない。巨大生物を絶滅危惧種なんて言ったやつはどいつだ。これじゃ人類の方が絶滅危惧種だ。雲型の巨大生物と戦闘中。あ、人だ。しまった。不可能だ。なんということだ。犠牲者を
受けられます。戦いはこれからだ。武器を選んでください。ウィングダイバーはウィングダイバーは2つまで装備することができます。武器を選んでください。武器を選んでください。ミッションを選んでください。難易度を選んで出撃します。この巨大生物も糸を吐く。捕まるなよ。チームの指揮を。この巨大生物は手もない。慎重に戦ってほしい。空飛ぶ要塞、バルカン、ロケット弾、ラブリージュミルフォー、全てが揃っている。
標の指示を願う。団結した人類は強い。負ける気がしない。その思う。大型輸送ヘリヒザーの編隊を確認。輸送部隊ポーターズが到着したようです。来たか。こちらポーターズ、最新鋭のビーグルを輸送中、要請があれば発見エリアに到達します。こんな目に遭わない。よし、ポーターズ上空で待機し、支援要請を待て。こちら本部、輸送部隊ポーターズが現地に到着した。要請があればビーグルを投下可能だ。殺さないで。確認しろ。まだまだ戦います。 EDF の誇りに防衛隊が到着しました。よし、これより支援任務に就きます。自走榴弾砲、ロケット砲、発射準備完了しています。エアリーダーが目標を指示する。要請があり次第発射しろ。敵をこっぱみじんにしてやれ。了解。作戦支援本部よりストームチーム、交戦中のチームがいる。救援に向かえ。
ちは情報を取得していた EDF に抗議を行っていきますが、重要なのは世界が再び脅威にさらされるということです。襲来と時を合わせるように巨大生物が活動を再開した。フォーリナーと巨大生物は何かしらの影響を与え合っているというのか。通信、重大な問題が発生しました。フォーリナーの船団が移動開始。なんだと？
月面から地球へ向かっています。クソ、実績を相手に対策などあるものか。いくら EDF の力を増したとはいえ、ひとたまりもないぞ。それは危険だ。すでに各地のレーダーは最大出力で稼働中。全サイロオープン。超音速ミサイルテンペスト発射態勢です。指揮下どうぞ。赤道のリニアキャノン起動シークエンスに入っています。大気圏突入時を狙い、マザーシップの撃破を試みます。リニアキャノン発射と同時にテンペストによる長距離攻撃が開始されます。それでも全ては落としきれない。地獄になるぞ。ミッションを選んでください。難易度を選んで出撃します。こちら作戦司令本部、エターリウスを殲滅しろ。次も激しい戦いになりそうだ。間違いない。知りたくない。外したか。
敵損害なし。ほじめと逃げろ。また損害はなし。そんな、出るぞ。なんでもっと早く来てくれないの。トゲに逃げろ。助けてくれ。急いで。リニアキャノン着弾。敵無傷です。どうなっている。追いつかれた。助けてくれ。テンペスト着弾。損害確認できず。ボーニョスクリーンだ。まさしくボーニョスクリーンで回っているに違いない。テンペスト第5編隊着弾。敵ダメージなし。壁のようなもので攻撃が遮られているようです。マザーシップを覆えるほどの防御スクリーンだと。なんというテクノロジーだ。おかげだ。武器を選んでください。ウイングダイバーは2つまで装備することができます。ミッションを選んで、難易度を選んで出撃します。の映像です。ご覧ください。ついに彼らが帰ってきたのです。地球に降りたマザーシップ船団は一隻ずつに分かれ、世界の主要都市へと進行を開始しました。地球が人類のものではなくなろうとしています。サブマリン
巡航ミサイルを発射。ミサイル、まもなくマザーシップに着弾。イエスサー、届きません。攻撃失敗。ミサイルは防御スクリーンに命中。マザーシップの損害はありません。スクリーンを張れるとは。人類はフォーリナーの最襲来に備えて準備を続けてきた。だが奴らはそれ以上の準備をして戻ってきたんだ。戦車に弾道があります。戦は進む。フォーリナーは急ぐ必要がなかったのかもしれない。十分に休息を取り準備を整えてから舞い戻ってくればいい。その頃には地球は巨大生物に覆われている。はっ！
ままでは地上部隊が攻撃にさらされます。こちら作戦指令本部、飛行ドローンが来る。撤退しろ、急げ。全滅します。応援を。ストームチーム、レンジャー8が敵と交戦中だ。救助に向かえ。レンジャー8、ストームチームが救助に向かっている。持ちこたえろ。レンジャー8、了解。こっち行く。この距離なら効果が薄い。これだけ倒せば上から送る。さらに武器を作る。どっちへ行けばいいんだ。